日本語能力試験、懲戒 N2 これから懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題,1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください 1>, 1番父親と子供が話しています子供はこれからカバンに何を入れますか ひろみ、明日からキャンプなんだろう。もう準備したのか？うんうん、今やってるところ。テントで一泊するんだから、ちゃんと準備しなきゃダメだ。傘は入れたか？うん、折りたたみ傘入れたよ。長い傘は邪魔になるから。それからこんな薄い半袖の T シャツじゃダメだよ。こっちの丈夫な長袖のシャツと長ズボンがいいんだ。えー、暑いからやだな。 虫に刺されたりもするから長い方がいいんだよ。わかった。じゃあ、こっちだけ入れて、長ズボンは履いていくよ。あ、これは絶対入れていきなさい。キャンプ場は夜真っ暗だから、明かりは必要だぞ。はいはい。それと、着替え用に長袖の T シャツをもう一枚持ってきなさい。それはもう入れてあるから大丈夫。ピー 子供はこれからカバンに何を入れますか ?2 番男の人と女の人がサッカー部の練習試合について話しています男の人はこれから誰に電話しますかちょっとちょっと週末の練習試合向こうのチーム全員で40人なんだってええ 多すぎないか試合に出るの11人だろうん。でも試合に出ない部員も全員が応援に来るんだって。みんなに連絡してくれないえ、みんなってまず、椅子が足りないから担当の木村さんに行って増やしてもらって。わかった。それと、お弁当の注文の数。お弁当の担当は佐藤さんだったっけうんうん。鈴木さんよ。そうだった。でも、 彼女まだ授業中だから今はダメね。それからマネージャーの田中さんと上野さんだけど二人はもうすぐここに来るから私から伝えとくね。うん、わかった。じゃあ今すぐ電話するよ。あ、待って。会計の太田さんにもお願い。予算がオーバーするから一応予備費があるから大丈夫だとは思うけどね。了解。 男の人は、これから誰に電話しますか三番、男の学生と女の学生が話しています。女の学生は、この後どうしますか検定試験、申し込んだ締め切り、明日だよね。明日は絶対に申し込まなくちゃ。今日はバイトだから。 あたしていつもギリギリになっちゃうのよね。明日何言ってんだよ。今日だよ。31日だから。ええ今日30日でしょあ、31日だ。やだ。30日だと思ってた。どうしよう。まだ間に合うよ。今日郵便局から送ればいいんだから。受験料はもう払ってあるまだ。 銀行で洗うんだっけ銀行の窓口3時までだから、駅前の銀行なら急げば間に合うよ。駅前の銀行ね、行ってくる。バイト先にはちょっと遅れるって連絡する。あ、そうだ。申し込み書、今持ってない。うちだ。えー、申し込み書がないと受験料が払えないよ。申し込み書に銀行のハンコがいるんだ。 ちゃんと払いいましたっていうハンコでも家に戻ってから銀行に行ったら3時過ぎちゃうなうん間に合わないどうしよううーんしょうがない申し込み書本屋でもう一つ買うしかないよどうしても今回受験したいなら私今回絶対合格しなきゃいけないの行ってくるありがとうピ 女の学生はこの後どうしますか四番駅で駅員と女の人が話しています女の人は傘を返してもらうためにどうしますかすみません昨日電車の中に傘を忘れてしまったんです赤い傘なんですけど昨日ですか ええ、昨日の朝です今日お忘れになったのでしたら駅事務室でお預かりしていますが昨日のものは忘れ物預かりセンターでお預かりしておりますえ、それどこですかこの駅の南口にあります南口ですか、反対側ですねええ、ハンコと身分が証明できるものをお持ちくださいお預かりしている場合はすぐにお渡しできますあの 今日はあまり時間がないんで、家に送ってもらえないでしょうか申し訳ございませんが、傘は直接取りに来ていただくことになっているんですよ。そうですか。明日でも大丈夫ですかセンターでお預かりしているのは4日間です。それ以降になりますと、今度は警察で預かることになっています。そうですか。じゃあ、明日行きます。 女の人は、傘を返してもらうためにどうしますか五番会社で男の人と女の人が話しています。原稿が届いたら、女の人は最初に何をしますか山田さん、ちょっと頼みたいことがあるんだけど。はい、何でしょうか 明日、山本先生の原稿が届くはずなんだけど、預かってくれないかあ、明日から北海道へご出張でしたね。うん。もう一つ、届いたら電話が欲しいんだけど、山本先生に届いたというメールしなければならないからね。でしたら、私からメールしておきましょうか。いや、無理をお願いしたので、お礼を言わなきゃならないから、僕がするよ。わかりました。届いた原稿は、 お机の上に置いておけばいいですかいや、僕の机の引き出しに入れて鍵をかけておいてくれないか。大事な原稿だからね。お机の引き出しですね。そう、これが鍵。それから、原稿が届いたら、まず封筒を開けて、先に原稿のページ数の確認を頼むよ。足りないページがあったら、先生にすぐに言わなきゃいけないからね。わかりました。 原稿が届いたら、女の人は最初に何をしますか問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の 1>, 1から4の中から正しい答えを一つ選んでください1<番>男の人と女の人が話しています女の人はどうしてお花見に行きたくないのですか 今週末のお花見、行くよね。あ、ごめん。私ちょっと。え行かないのうん。なんでバイトうん,うん。そうじゃなくて、私花粉症だから。アレルギーがひどくてね。お花見はちょっと。薬飲めば飲むのはいいけど、あとがね。あとで眠くなるとか薬を飲むと、お酒が。 薬とお酒、一緒はダメなのよ。あ、そうか。酒好きだもんな、君。でもさ、それはちょっと我慢して。アルコールゼロのビールもあるから。そんなのつまんない。女の人はどうしてお花見に行きたくないのですか 2番「男の人と女の人が話しています」「女の人は新入社員に対してどう思っていますか?」ねえ 新入社員の上原さん。あの人、ダメよ。何どうしたの社長の親戚だかなんだか知らないけど、全然社会人らしくないの。そうそんな風に見えないけど。挨拶はしない。電話が鳴っても取らない。それに、仕事が遅くてね。会議の資料をコピーするだけなのに、1時間もかかったんだから。まだ慣れてないんじゃないの そういう問題かな。何より腹が立つのは自分のミスを認めないこと。何かミスしたのそう。大した影響はなかったからよかったけど、反省している様子が全然ないの。きっとまた同じミスするわよ。指導係の君も大変だな。新人だから仕方がない。なんて言ってらんないわよ。 女の人は新入社員に対してどう思っていますか三番男の人と女の人が話しています出張の予定を変えたのはなぜですか 課長来週の大阪への出張についてちょっとお願いがあるんですがああ何あのすみません大阪へ出かける日を水曜日に変更させていただきたいんですがんあのちょっと調べておきたいことがありまして木曜日に地域の図書館に行きたいんです翌日の発表に必要な資料になりそうなのでそのための時間をいただきたいと思いまして 説明会で発表する予定だったね。うん。そういうことなら、まあいいだろう。ありがとうございます。それから、説明会が終わったら、京都支社に寄ろうと思っています。前回の出張の時、お世話になったので、お礼に。うん、そうだな。あ、そうそう。京都支社の木村部長が入院してるって言うから、時間があったらお見舞いに行ってくれないかはい、わかりました。 主張の予定を変えたのはなぜですか<番>男の人と女の人が大学の掲示板を見ながら話しています男の人はどうして勉強会に興味を持ったのですか 経済学の勉強会やるんだってうーん経済学は生きているっていう代かどんな勉強会なんだろうえっと毎週土曜の午後4回お経済学者の田中一郎が来るんだって最近よくテレビに出てるよなこの人の話分かりやすくて面白いよ無料なのいやテキスト代も入れて8000円あ、待てよ 田中さんが来るのは最終回だけだ。その他の回は、うちの大学の教授だって。そりゃあ、テレビにでも出るような有名な学者の講演、4回もできないでしょでも、またなんで経済学の話の子聞くのうん。俺、実はさ、最近、なんかそっちの方に興味が出てきてさ、学部を変えようかと思ってね。本当に <noise> 男の人は、どうしてこの勉強会に興味を持ったのですか5番男の子がおばさんと話しています。男の子は何が嬉しいと言っていますか おめでとう。よく頑張ったわね。あ、どうもありがとうございます。あなたが合格した中学って入るのすごく難しいんですってね。いえ、それほどでも。それに高校にそのまま行けるから受験がなくていいわね。はい、そうなんです。だから本当に嬉しいんです。今までは勉強勉強でサッカーが思いっきりできなかったけど、これからしばらくは受験のこと考えないでサッカーができるんで。 よかったわね。それに公立高校だから授業料は無料なんでしょう親高校よね。偉いわ。男の子は何が嬉しいと言っていますか ?6 番。先生が学生に レポートの評価について話しています。先生はレポートの何が悪いと言っていますか先生、先月のレポートの評価についてお伺いしたいんですが、 はい、何ですか私のレポート D の評価になっていますがどこが悪かったんでしょうか自分では自信があったんですが長さが足りなかったとかえっとちょっと待ってください今確認しますからああこれですねええ長さは問題ないんですが内容がちょっと内容ですかでも 先生が推薦してくださった本をちゃんと読んで、それをまとめたんですが。ええ、でもただ読んで内容をまとめればいいとは言わなかったでしょう。え、どういうことですか私はこの本を読んで、あなたがどう感じたかを書くようにと言ったはずですよ。えあ、そうだったんですか。ええ、残念ながら、指示からちょっと逸れてしまいましたね。はあ。 先生はレポートの何が悪いと言っていますか問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 正しい答えを一つ選んでください1番 1> デパートで店員が話していますこちらは新しい製品ですが色が豊富でして白、青、緑、黄色、ピンク、オレンジと六種類ございますどれも色がきれいでデザインも素敵でしょう素材は 新しく開発された生地で水を通しません。形は雨が入りにくいように工夫されています。ですから、ひどい雨の日でも中に水が入って靴下が濡れてしまうという心配はありません。同じデザインの傘もございますので、合わせてお持ちになったらもっとおしゃれですよ。雨の日が楽しみになるんじゃないでしょうか。 客が今見ている商品は何ですか。一傘。二靴。三靴下。四レインコート。二番。女の人がラジオで話しています。ラジオってね。 映像がない音だけのメディアでしょだからテレビと違って聞いている皆さんは自分だけの想像の世界が楽しめると思います。私、前にラジオドラマで久美子という女性の役をやったんですよ。で、その役をやった後、私に初めて会った人は、ああ、私の想像通りの久美子さんだという人がいれば、私の想像では 久美子さんはもう少し若い女性だったという人もいました。同じドラマを聞いても聞く人が100人いたらその想像の世界は100通りあるんですね。ラジオはそんな自由な楽しみ方ができます。面白いですよね。ですから私はこれからもいろいろな世界を皆さんにお聞かせできたらいいなと思っています。 この人は何について話していますか。一。<1 S 1> テレビとラジオの違い。二。ラジオのドラマを聞いた感想。三。ラジオの魅力。四。ラジオの仕事の面白さ。三番。男の人が話しています。 この間初めて自分でガソリン入れるのをやってみました。そういうガソリンスタンドができたって話は聞いてたんですが、私の家の近くにはないし、自分でやるのって大変そうだなって思ってたんです。でも実際にやってみたら案外簡単でした。スタンドのスタッフがいないから人件費がかからないでしょその分ガソリンの値段が下げられるってことですね。 窓ガラスを拭いたり、ゴミを捨てたり、それも自分でやらなきゃいけないんですけど、ま、あ、それぐらいは大したことじゃないし、やっぱり価格ですよ。私の家の近くにもそんなスタンドができないかなと待ってるんですがね。新しいガソリンスタンドの一番いい点は何だと言っていますか1 簡単だということ。二、自分で全部すること。三、家の近くにあること。四、値段が安いこと。四番、男の人が会議で話しています。ええー、前々からお伝えしているように、来週、 本社から社長がこちらにいらっしゃいます。社長をお迎えするにあたってしておくことが何点かあります。まずは社長がお泊りになるホテルの予約ですね。あ、往復の新幹線の切符はもう取ってあるそうです。それから初日の晩に歓迎会をするので店を決めて予約すること。それから 社長が新しい企画の資料をご覧になりたいそうなので、それを用意しておいてください。とりあえず以上です。今日はまず必要な予約を済ませてください。よろしくお願いします。男の人は何について話していますか 1, ?1 社長に見せる資料 2, 2社長を迎える準備 三、来週のスケジュール四、社長のスケジュール五番女の人が説明していますおはようございますこれから皆さんにはまずグループに分かれて道に立っていただきます矢印が書いてある看板を持って 受験生の皆さんが会場まで迷わないでいけるように案内をお願いします。各グループの名簿と会場に戻る時間などの指示はプリントにありますのでよく見ておいてください。試験が始まったらグループごとに各会で案内をします。トイレの場所など聞かれた場合は丁寧に教えてあげてください。試験が終わったらすぐに会場の後片付けをします。 それぞれの会に後片付けのリーダーがいますので指示を受けてください。あ、案内で使う看板はこの後すぐ配布します。何かわからないことありますかないようですね。では皆さん今日一日よろしくお願いします。これは何についての説明ですか 1, 1試験を受ける前にすること 2, 2試験の当日のスケジュール3試験を受けた後にすること4試験の会場でする仕事問題4では問題用紙に「 何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から正しい答えを1つ選んでください。1番ちょっと聞いて。田中さんのミスのせいで私また課長に叱られたのよ。 1, 1え君どんなミスしたの ?2, 2えそんなのひどいじゃないか課長によく謝った方がいいよ 2>, 2番新しい職場だからってそんなに緊張しないでじきになれるよ1すぐになれますよ 頑張ってください。2>, 2。もう慣れたんですか早いですね。3。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。3番。あのお客様、ここでのおバコはご遠慮いただきたいんですが。1。あ、すみません。2。 どうもありがとうあのここでタバコを吸ってもいいでしょうか4番お客様そちらの商品はお一人にお一つかりとなっておりますが1 2つもいらないよ 2> 2え一つだけなの3 それじゃ足りないな。五番、自分一人の力でやれるものならやってみなさいよ。一、もちろんやれないよね。手伝ってね。二、うん、やってみて。ダメだったら手伝うからね。三、あ、やってやる。手伝いなんかいらないよ。 6番ご無理なのは承知の上ですが、そこを何とか。1, 1> すみませんね、無理を言って。2, 2そんなこと言わないで、何とかしてくださいよ。3無理なものは無理だよ。7番試験難しかった。 合格できっこないよ。一。発表を見ないことにはわからないよ。二。そうか、合格できなかったのか。三。合格できるかな。八番。こんな難しい問題が解けるなんて、君大したもんだね。一。 いや、それほどでもありませんよ。二。本当、大したものですよ。三。それ、ずいぶん難しかったでしょう。九番。よくも、まあ、そんな嘘がつけるね、あなた。一。うん。上手に嘘つくのって難しいね。二。 ええ、嘘がつけますよ。三。嘘なんてついてないよ。十番。ねえ、聞いた山田さん、北海道に転勤なんだって。一。ええ、先月大阪から東京に来たばかりなのに。二。さあ、どうかな山田さんは聞いていないかもしれないね。三。ええ、そうなんです。 お世話になりました。十一番、タバコは体に良くないって分かってるんですがね。一、体に悪いのを知らなかったなら仕方がないですね。二、どうしてですか。タバコは体に悪いんですよ。三、そう。 なかなかやめられないもんですよね。問題５。問題５では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。一番。問題用紙に。 何も印刷されていません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。大学生3人が話していますなんだか疲れてるみたいだね。どうしたの昨夜飲みすぎてね。ちょっと頭痛いんだ。 えまた飲んだのおとといも飲んだって言ってたじゃない。だって先輩に誘われたら行かないわけにはいかないじゃないか。先輩も大事だけど体の方がもっと大事じゃないのそんなに続けて飲んだら体に良くないよ。女にはわからないんだよ。男には男の付き合いがあるんだから。ひょっとして毎日飲まないといられないのえそういうわけじゃないけどどうして アルルコール依存症って知ってて知るでしょお酒を飲まずにはいられない病気本人が気がつかないうちに進行して気がついた時は自分ではお酒がやめられなくなってるって言うじゃない他の病気と違って周りの人との人間関係も悪くなるんだって怖いわね飲んじゃいけないと分かってても飲んじゃうんでしょ脅かさないでよそんなにひどくはないよでも そう言われると心配にならないこともないな。今日の飲み会は断るよ。ええー、今日も飲むつもりだったの信じられない。本当に大丈夫男の人はどうして飲み会を断りますか ?1。1> 人間関係が悪くなるから。2>, 2。 アルコール依存症になりたくないから。3. 飲みすぎて頭が痛いから。4. 友達が心配しているから。2>, 2番。まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 テレビで今日の天気予報を話しています。おはようございます。今日は東京の最高気温がなんと9度なんですが、現在の気温は8.5度で、一日中このままの寒さとなりそうです。11月としては17年ぶりに10度を下回りそうです。記録的な寒さとなりそうなので、皆さん、 暖かくしてお出かけください。それからお天気ですが、朝は晴れますが、夕方から夜にかけて雨模様です。お帰りが遅くなる方は、どうぞ傘をお持ちください。わあ、寒いと思った。10度ないんだもんね。寒いわけだ。今日仕事何時まで午前中で終わり。よかった。ちょっと風邪気味だから、早く帰って家で休むわ。いいなあ。 俺なんか何時に終わるか。今日も遅いんだ。忙しいね。うん。コート、着てった方がいいよね。これじゃ。そうね。質問1。男の人は何が必要ですか 質問2女の人は何が必要ですか